ゆきたまさしとおうすけのゆきすけ、はい、はい、YUM チャンネル by YouTube でお送りしております。お送りしております。はい、いや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 、梅雨ですね。梅雨ですね。暑いですね。蒸し暑いっていう感じですな、うん、ね、本当にね、今年はさ、あの本当に暑くなるのが早い。早かったね。早い。っていうか、なんか気候がめちゃくちゃだったよね、うん、この間もなんか急に氷が降り出したりとかさ、ね、してたわけじゃない。氷って感じだよね。おいきなり来たね。ね、かっ飛ばしてきますよ。かっ飛ばしてきますね。本当に今年冷夏なんですか。ね、もう信じられませんから、うん、僕は、まあね、暑いの大嫌い人間としては、うん、6月で抑えていただきたいんですよ、うん、もう暑さは、うん、っていうのも、うん、7、8月は6月より暑くならないんじゃないかっていうお話でございますから、はいはいはい、それだけは信じさせてください。本当に、うん、暑いの本当ダメなんです。日中動きたくないんです。マジで溶けるんですよ。びしょびしょ。まあ痩せる痩せるということで、まあこんな感じでございます。コンセンス公式グッズでございます。そうだね、いただいた方ありがとうございます。本当ありがとうございます。大重宝しております。はい。ね、こういう時にも使えるからね、気軽にね。本当にね、もう助かります。もうセンス、いいセンスをいただいて。2回目先週に引き続き、ね、こんな感じでかっ飛ばしていきますよ。、はい、これも2回目、はい、じゃあそんなで今日テンション高いね。はい、まあ、暑いんでね。いいことだ。暑いからね、から元気でも何でも飛ばしていかないとね。そうだね、本当に溶けちゃいますから。放送中に溶けたら放送事故でしょ。そうね、そうだね。もう髪もベタベタだし、あっち行かないよ。はい、さて、じゃあ、うん、そろそろね、あれですね。そうだね、うん、お話ししていきましょう。そうね、いろいろ話していきましょう、うん、最近あったこととかなんか話しますか、そしたら。そうだな、うん、まずは、うん、あれじゃない、デザインフェストのお話、あ、うん、そうかそうか、大介くんからしてもらおうかな。はい、先月、あれもうど忘れしちゃったな、先月だよね。先月だね。先月、デザインフェスタに野菜のファクトリーが参加しました。で、僕もお手伝いで行ったんですけれど、うん、まあ、ほんとね、いろんな方々が来てくださって、うん、通りすがりの方はもちろんなんだけれど、うん、いつも応援してくださっている方とかも来てくださってね、うん、そこでね、お会いしてお話もさせていただいてね、うん、すごく楽しい時間を過ごさせていただきました。ね、ありがとう。大盛況、うん、そうだね、まあ、今回初参加だったっていうことなんだけれど、うん、まあ噂だと上々だったんじゃないかな。おめでとうございます、はい、いや、僕行けなくてね、申し訳なかったんですけれども、うんうん、そう、なんかね、公式グッズもまた更新されてね、うん、いろいろ出たと思うんだけど、そこら辺もね、こう皆さんのお手に届いていればいいなと僕は思っておりますが、うんうんうん、そのあたりとかもどう、うん、やっぱこう、なんだろう、新作グッズもこうある程度出てった、あ、出てたっていうか、まあ、うん、まあそうだね、今回そのなんだろう、ゲームがテーマだったのかな、うん、そうだよね、ドットのね、そうアクリルキーホルダーとかね、いろいろまた公式グッズが更新されておりまして、そう、新発売でございます。そう、センプソーファダッシュのアクリルキーホルダーも出たし、うん、そうあと新たに作られた野菜犬たちがそのドットで描かれたキャラクターのアクリルスタンドとか、うん、まあその他もろもろ、いろいろポスターカードポスターカード、ポスターと混ざったね、言ったびようかな、ポストカードとかも出たので、うん、まあ、結構ね、見てて楽しい感じにはなってたかな。ゲーム好きには結構響くんじゃないかなっていう。まあね、やっぱりね、うん、僕らの世代やっぱもっと上の方はさ、やっぱドットっていうだけでもね、結構おおって目光るもんがあるので、わかるよね、最近の逆に綺麗すぎるって思っちゃうからね。綺麗は綺麗でいいんだけどね。まあね、そう、なんかね、昔古き良きさ、ドット時代のゲームをさ、うんうんうん、やってる感覚といいますかね、うん、ああ懐かしいなーっていう、うん、点でできた絵っていうのもね、それはそれで、ね、いや、やんごとなき雅な感じでございますよ、ね、うん、すごかったね、昔はさ、あんなちっちゃな情報量で全てを伝えるわけだからね、うん、いや、ドッターさんも大変だったと思いますよ、うん、でちなみにさ、うん、またデザインフェスタがギャラリーやるんでしょ。あ、そう、うん、7月の24日から、うん、28日にデザインフェスタギャラリー、また野菜の展やるみたいです。やるみたいですよ、はい、まだ詳しい情報は確か出てないので、うん、まあそれはまた後ほどというか、続報をお待ちくださいという感じです、うん、はい、ツイッターでね、どんどん情報公開されていくと思います。まだチェックされてない方とか、はい、野菜のファクトリー公式ツイッターね、はい、よろしくお願いしますね。OK です。多分がね、暑いからですよ、うん。全部暑さのせいに仕上がる。湿気で口内のね、油が出ちゃった、うん、そう、湿気っつってね。おお、3つ目今回多いね。はい、まあ大人だね。まだ前半。はい、お便りいきましょうか。お便り、そうですね。
あの、まあそこで、まああの、ちょっとまあ遅れちゃいましたけど、まあ話ちょっとだけ戻して、はい、あの、公式グッズね、新しく新作出たグッズも4月の24から28、そちらのデザインフェスタでも販売されると思いますので、そうですね、ぜひ手に入れてやってください。はい、ぜひぜひチェックを。ピーマンと芯でございますから、よろしくお願いします。キャベツです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。答えに行こうか。そうですね、曲も終わったことでしょ。したらさ、今回、はい、うん、たくさんまたお便りいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。早速読ませていただきましょうか。そうですね、じゃあ順番的に僕がじゃあ最初読ませていただきましょう。はい、うん、5つ目でございます。うん、ニックネーム、みつきこうさんです。はい、みつきこうさん、常連さんですね。ありがとうございます。ゆきたさん、おうすけさん、スタッフの皆さん、そして謎の妖精さん。なんで謎の妖精さんだけびっくり蓋ついてんだ。いや、もうすっかりね、おなじみの謎の妖精さん。そうですね、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。お、出た。あ、出た。出たぞ。ちゃっかり入ってくる。ね。はい。5月にした質問のお二人の回答はとても感心させられました。ちょうどお便りを書いた時に自分がそんな感じだったので、うん、ふと、ゆきすけの二人はこういう時どうなんだろうなぁなんて、ちょっとした疑問ではありましたが、こんなにもためになるとはさすがはプロ、なんて感激しましたって。いやー。そう感じてもらえて何よりです、ね、本当嬉しいですね。うん、いや、もう思いの丈を喋らせていただきました。さて、これが読まれる頃は6月真っ只中、はい、湿度も高まりやすくなりますし、そうね、本当に話したばっかりですね。本当ね、うん、暑さもまた強まってるでしょう。本当にアーチいいんですよ、汗ばむわ。うん、ね、ゆきたさんも大助さんも体調管理などには気をつけて、はい、夏に向けて頑張ってください。はい、最後に、ゆきたさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。誕生日迎えました。迎えましたね。31になりました。31、ね、年相応にね、頑張れるように頑張りたいと思いますがね。いやいやいや、体力つけていかないと、どん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 バテるのが早くなってきます。じゃあ早いものです。はい、お次行きましょうか。じゃあ大輔くん、はい、2つ目行こうかな。はい、2つ目、はい、はい、こちらも続きまして、みつきこうさんのお手紙でございます。はい、ありがとうございます。はい、旋風走破ダッシュ、うん、もちろん愛用はピーマン。ありがとう。芯も結構使ってますよ。ありがとう。ありがとう。それにしても他のプレイヤーさんのうまいこと、うまいこと、本当にね、ね、うん、しかし自分もゴールデンウィークスライム杯は8位、うん、8位、すごいね。十分すごいですね、うん、全国大会では一時的にではありますが上位に入りました。おめでとうございます。素晴らしい。十分僕らよりうまいですよ。うんうん、で、ゆきたさんと大輔さんがどんな状況か聞けるのを楽しみにしてます。ということなんで、まあゲームの状況述べますかね。そうですね。ゲームの状況か。はい。とりあえず、うん、全国大会ではないんですが、うん、とりあえず1万5000は走ったかな。ああ、うん、はいはいはい。2万はね、うん、ちょっと集中力が持ちませんな。持たないよ。もうね、だって僕もさ、1万はなんとか超えたんだけど、うん、1万超えた瞬間に集中力一気に消えんの。勝った。5000勝ってた。そう。もうそこでなんか満足しちゃうんだよね。満足しちゃう。あとね、集中力が続いた時に限ってね、うん、あの 500m おきにやってくるあの悪魔がね、うん、分身全部連れてくからやる気を削いでくれちゃうんですね。あれひどいよね。あれいつかスキルでね、あのぶっ飛ばせるようなスキルないかなと思ってるんですけどね。バッコンっつってね。ほんとね、だってお前に分身やらねえ、うん、バッコン。あれヒーローなバッコンっつって、ね、無敵効かないからね、あいつ。そう、分身にもね、無敵補正がついてくれるとさ、うん、かっさらわれないで済むかもしれない、ね。そうね、あれ連れてかれたピーマンたちどうなってんだろう。餌になっちゃってんのかな。餌になってるかもしれない、まあ、ピーマンだしね、キャベツだしね、食べやすいかもしれない、うん、そうね。おい悪魔覚えてろよ。悪魔。まあそんな感じでございます。1万5000と1万切り走って、お互い集中力持たないという、うんうん、持たないね。ね、年なのかな、うんうん、いい加減しなさいよ。もうちょっと頑張りましょう。、うん、そうだ ね、もっといい報告ができるように頑張ります。そうですね、まあ、あと最近さ、あの旋風走破ダッシュ、うん、なんか新しいイベントというか、うん、出たよね。あの、出た出た。常にジャンプし続けなきゃいけない、うん、そう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 、そういうのとか、あれね、うん、僕地味に好き。面白い、うん、ああいう変わったことをね、どん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 イベントとして開催していただけると ねやっぱなんかやりがいがあるっていうか、またやりごたえがあるというか、 なんかこうさ、自分が好きなスキルだけじゃなくって、なんかこのステージにはこのスキルじゃないとダメなんだみたいなさ、うん、そういうのになんかこう対応していけるように、うん、なんかどん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 いろんなキャラ育てる意味を
感じるよね。感じるから、うんうん、だからあれはすごいいいなって思った、うん、ピーマン一筋でねやってる僕としてはね、うん、他のキャラも育てないかなってそう死んでもちゃんと育てるかな、うんうん、そう僕はこの間そのステージのためにトマヨを育てたあなるほどトマヨトマヨそうトマヨの私も育ててるよねずっと育ててなかったんだけどやばいちょっとスタッフさんの視線が痛いので3つ目いきますそうですねはいニックネーム黒ゆりさんです。ありがとうございます。はい、こちらも常連さんです。もう本当にありがとうございます。皆さん本当に。5月は、うん、須藤牧場さんとデザインフェスタにお邪魔させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当牧場ありがとうございました。遠いのに遠路はるばる本当に立山までお越しいただきまして。イベントを機に必ず来てくれるもんね。うん、すごい。前者の野外劇は、うん、相変わらず内容の濃い脚本と、ゆきたさんのかっこよすぎる演技が相乗効果を生み出しまくり最高に満足度の高いものになっていました。素晴らしい、ありがとうございます。本当に あれねまた珍しい役だったでしょ、ね、はい、ついに今回から舞台の DVD 化もしますし、そうなんです、はい、ぜひ、ね、届くといいなと思っております、うん、超嬉しくなって速攻予約しましたよもうじゃあ確実に届きますね。そうですね、はい、また5月のねゴールデンウィークの芝居をまたこう振り返って、うんうん、あそこはそういうことだったんだっていうことをまたね改めて確認していただけると、うんうんうん、さらに、なんか濃い内容はこここうなってるんだってことは多分お楽しみいただけると思うので、うん、須藤さんも喜ぶと思いますし、うん、はい、後者のデザインフェスタでは野菜の新グッズを入手でき、入手されてるじゃないですか、うん、ありがとうございます。いや本当にね、うん、すごかった黒ゆりさん結構買ってね、バカすごい買ってくれたんだろうなっていう、うん、あわこれもこれもこれもってねありがとうございますね、存じております、うん、はい、優しく癒されワクワクする空間で素敵な時間を過ごせました、うん、オリジナル版やセーフソンハダッシュ版も良いですが、うんもう一回行こうか、うん、そうだね、もう一回行こうか。オリジナルもちょっと待って、今カメラ見たら横でスタッフさんがキラキラ笑ってる。いやいやもうね、ダメですダメですダメです、違うんです、僕はね、31歳は一回も噛まないということを目標にしておりましたからね、もうダメじゃねえかや、うん、はい、頑張れ頑張れ頑張れ、苦笑まあね、噛むこともアイデンティティでしょう仕事としてはダメだろうな、行きます。オーケー、オリジナル版やセンプソーハダッシュ版も良いですが、陽介さん、陽介さん、おう、よどうしたね、最近ね、疲れがね、あるんでしょうね、暑さのせいですよ。そうですね、暑さのせいで、いきます、陽介さんの描く野菜犬たちも超超可愛くて大好きですとのことでございます。ありがとうございます。最後の一文ならね、しっかりしなさいということでございます、はい、そう、本当に改めまして、うん、野外劇ありがとうございました。牧場劇お越しいただきまして、うん、ね、サイコパスでしたでしょそうなんだまあね、彼は彼なりのね、心理学者としてのね、うんうん、まあ僕心理学者だったんですけど、うんうんうん、心理学者なりのね、その軸っていうか心っていうか思いというのがありまして、うん、うん、そこに準じて演じていたんですが、どうしてもやっぱね、狂気じんだ顔になってたかもしれませんね、こんな感じでねうん、ちら怖い怖い、そう、デザインフェスタギャラリーもお越しいただいたみたいで、僕行けなくて申し訳なかったんですけど、うん、グッズたくさんお手に入れていただいたみたいで、本当にもう安心しました、うん、ありがとうございます。いや本当にね、いろんなグッズ、その、うん、今回新しく作ったものかなりあったんだけれど、うん、今ノーミスだったごめんね、ねそう、すごいいっぱいあったんだけれど、うん、もう全部買ったんじゃないかなっていう勢いでだと思いましたよ。すごかったよ、うん、ありがとうね、本当に、無理しない程度に全部買ってくださいね結局全部買うんじゃん、全部買う全部買う、うん、ありがとうございます。はい、いやもう本当にね、黒百合さんとかね、もう他にも、うん、まあ、こうやってお便りいただいてる水さんとかに支えられながら僕らも生きておりますから、何か出た時にはぜひお手に届けたいので、ぜひまた今後ともイベント会場なり舞台なりにお越しいただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では4通目に行きましょうか、うん、そうですね、どうぞどうぞっ噛むから僕噛むからよはい、じゃあ行きます。はい、4つ目、はい、こちらも、続きまして黒ゆりさんでございます。ありがとうございます。はい、ゆきたさん、おうすけさん、こんにちは。こんにちは。そしてゆきたさん、31歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとう、ありがとう、サンキュー、ありがとう。はい、僕にとってのゆきたさんとの思い出を振り返ると、うん、ガンボルトや朗読劇、ゆきすけなどなど、本当に濃密で幸せなものばかり頭に浮かびますゆきたさんにはいつだって楽しさと生きがいをもらい、
ゆきたさんに会える時はいつもニコニコの笑顔になってしまいます。ゆきたさん、ね、いつもありがとうございます。いやいやいや、こちらこそ。正直言って大好きです。知ってます。大丈夫です。もう大丈夫です。知ってます。このご恩をこれからもたくさん返していけるように、ゆきたさんを少しでも笑顔にできるように、なっちゃってるよ。31歳になったゆきたさんも変わらず全力で応援していきます。ゆきたさんの新たな1年が幸多からんことを。ありがとうとのことでした。ありがとうございます。いやもう本当にね、逆です。逆、僕の方が活力とかいろいろ英気もらってます。やっぱ来ていただくだけでもね、やっぱり嬉しいし、やっぱコンスタントに来てくれる方本当嬉しいんですよね。何かやるごとに来ていただいてね、僕の方こそエールもらってますし、あますます頑張らんばなりませんなって思いますし、いやだから僕もご恩返しできるように、ますますいろんな多方面でね、ゆきたまさしの名を轟かせられるようにますます頑張っていきますので、31の年もゆきたをよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。大介くんも続きますから、31歳。そうですね、はい、ねえ本当応援があるからね、僕たちも頑張ってくれるからね、これからも頑張っていきましょう。ね、はい、で、大介くんね、実はね、黒百合さんからその後のお便りもう一ついただいてるんです。はい、ただそちら読ませていただくとやっぱ尺的にもあれだし、やっぱご本人がね、心に留めていていただければということなので、今回ちゃんと心に刻ませていただきました。読ませていただきました。はい、なるほどね。ありがとうございます。本当にね、毎回送っていただくでしょ、なのに文章がね毎回新鮮なんですよ。あ、確かにね、好きということ以外は新鮮なんです。好きっていうことは もちろん、ね、毎回お伝えいただいてますし、もう存じ上げております。好きじゃなかったらここまでやってくれないでしょうよっていう。本当にね、僕も大好きですから、皆さん、黒百合さんはじめ皆さんのこと大好きですから。本当にね、毎回お手紙くださっててね、何一つね、なんか同じこと書いてるなとか思わないもんね、すごいことだよそれって。そう、あ、出た。なんだなんだなんだ。いらっしゃい。夏バテかな、夏の妖精さんも。なんか、今年は、ゆきたの誕生日スペシャルとか、誕生日おめでとうとかって、なんか番外編とかやりたかったですよね。ああ、そういえばなかった。去年はね、やったんですよ。やりましたね。それぞれね。やったんですけどね。なんなんだよ。なんか今日すごい鼻詰まってるね。風邪ひいたかな。二人はこの間のイベントの時に、リリースイベントの時に、お互いの誕生日を聞いたら二人とも間違って、どうして番外編までやっておめでとうって言っていたのに、目の前の相方の誕生日も覚えられないような、そのような二人を見てしまったものですから。いやあれはね、いろいろご事情ありましてね、ちゃうんですよ、本当に。スタッフといたしましては、番外編どうせ今年やってもまた覚えないのかな、もうどうせって思いまして、もう覚えた、もう覚えた、もう覚えた、大丈夫。なので、まあね、まあいいんだけど。はあ、くそ、いつも通り消えていった。くそ、なんだよ。いや、まあ何してもね、なんだよ。まあ確かにね、お互いがお互いの誕生日下に桁をね、19って答えてますから。そうだね。リリースイベント来ていただいた方には、なんだ31歳の抱負は、あれ31歳の抱負ってどっかで言わなかったっけな。あれなんだろう、去年より頑張る、去年いつも以上に頑張る、暑さに負けず頑張る。なんだろう、なんかね、もう基本的にね、抱負ってあんま考えない側の人間でしてね、今を生きる、あれ去年も言ったかな。どれにしても行き当たりばったり感すごい。明日のことなんて誰も分かりやしませんから、今を楽しく生きようかなと思ってます。その日その日を大事に生きようかなと思ってます。だから抱負って言われて、掲げる目標もいいかなとは思うんですけど、まあ生きてるうちに、今を生きているうちに、なんかポンって生まれたら、あれは頑張ろうっていう風に決めちゃうので、31歳の抱負か、そう言われると改めて本当にマジで出てこないんですけども、一日一日を大切に生きる、これに尽きますね。
なるほどね。本当去年と変わってないはず、うんうん、中身も変わってないから。まあでもなんだなんだなんだ、なんだい今年のゆきたさんはどんな仕事が見れますか。どんな仕事が見れますか。見れるかな。ただうん、そうだな、秋口ぐらいに、うん、なんか一つ大きな告知ができるといいかなと思ってるんですけど、それがどうなるかまだ分かりません、うん、まあああとはあの音楽ですかね、うんうん、やっぱ音楽作ってるの楽しいし、うん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 、今回夏コミもすいませんが参加しないので、うん、秋の M3 応募させていただきます。まだ応募してないんですけど、うん、応募します、うん、応募してあと冬コミかな、うん、冬はほら寒さには強いので、ね、そうだね、うん、あ冬コミには参加します、うん、夏に参加しないのは暑さのせいです。いやでも本当そうだろうね、うん、夏コミあの会場でさ、うん、エアコンってついてないのあれ。ついてるにはついてるのかな、うん、わかんない。暑いよね、うん、暑いからさ、きついと思うよ、ゆきたさんじゃね。死んじゃう死んじゃう、ね、汗だらんだらんでね、シャワー浴びたみたいになってる。、うん、それは今度はなんだなんだなんだ。お今年のゆきたさんの創作活動どんなテイスト。テイストテイストはダークファンタジーから変わらないと思います。あ、そうか、うん、うんうんうん、やっぱ好きなんでね、うん、うん、暗いお話、暗いけど、うん、うん、まあある程度救いがあるけど、うん、みたいな鬱展開とかもあるようなもん好きなので、っていうかそういうのしか書けないんですよ。うんうん、明るい話、まあね、クレイドルで書いたけど、クレイドルだって若干ちょっと陰寄りなところもあったじゃん。まあそうだよね、クレイドルだってさ、マリオネットクレイドルだって、そう、はい、マリオネットクレイドル、うん、1回目に作ったやつだってさ、うん、結構重かったしさ、重い、ねね、僕の作品誰かしら死んでる、うん、誰かしら死んでる、うん、ね, ね今作ってる氷の騎士のディストピアもさ、うん、結構重たいじゃん。あれはねお笑い一切ないんじゃないかレベルで重いです、うんね、うん、ただ物語をねまだ完結っていうかその正式に公開はしてないので、うん、僕の中にもあるんですけども、うん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 、まあ今はとりあえず音楽で楽しんでいただきたいっていうのと、うん、あとまあいつかちゃんとまとめ上げてドラマ CD とかにできたらいいなとは思ってるんですけれども、うん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 、そのためにせっせと制作費用貯めております。はい、リアルなところだ。今度はなんだなんだなんだ。今年のゆきたさんが克服したいことは暑さに弱いことかな。克服できんの。できない。31年間付き合ってるんでしょ。できないね、うん、克服したいこと。なんだろうな、なんだろうな、なんだろう、克服したいことか。克服か、克服したいこと、うん、ないかな。 ない。嘘嘘。例えば苦手な食べ物とか苦手なものとかないの。まあ、レバーが食べられないけど、あ、レバー、うん、口に含んだ瞬間鳥肌ブワー立つから、あ、まあ、まあね、なんか分かるよ、うん、僕もレバー苦手だもん。食べ物に関しては克服する必要ないと思ってますから、うん、本当に食べられないものは無理して食べるもんじゃありません、うん、失礼だし食べ物にも、まあ、うん、まあまあね、食べれる人が食べましょう、うんうんうん、そうね、克服か、克服、克服、克服、うん、なんだろう、肌荒れ、肌荒れか。うん、あ、なるほどね。そう、あのね、うん、やっぱ日々のストレス、暑さとかが分かんないけどね、うん、首筋に結構吹き出物がね多いんです。あー、分かる、僕もこのラインができやすいから、ここストレスなんだって。だから、あ、そうなの、そう、ストレス抱えずに生きればここら辺ね克服できるのかなって。そうなんだ。肌荒れみっともないじゃん、うん、だから直したいんだけど、うん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 、だからいい化粧品とか使い始めてはいるんですけど、うん、効果が今のところないんですよね。そうか、肌荒れね。プロアクティブとかいいのかな。プロアクティブ、うん、昔使ってた。そう、なんだなんだなんだ。今度はなんだ。ファンの皆さんにメッセージを。雪だるま。雪だるま揃って。揃ったね。あ、かわいい子。いや、僕、雪田、スノーライスフィールドです。あ、ちょっと。ちょっと。あの、顔。顔。ね、満面の笑みで演じてるのがね。見られましたが、そうです、ね、いや本当に改めまして31歳のお誕生日でした。お誕生日でしたって自分で言うのもあれですけど、誕生日でした、うん、ツイッターでも風船飛びましたってやりましたけども、うんうん、思った以上にやっぱ皆さんからうん、普段いただけない方とかもやっぱ見ててくださってて、うんうんうん、そうだね、かなりの量の反響あったよ ね、お誕生日おめでとうっつって言ってくださって、ね、嬉しい、本当にありがとうございました、うん、嬉しかったです、素直に、うんうん、もう全リプ返しさせていただきました。あ、してたね、うん、したすごかった、うん、もちろんもちろん、うん、でね、この YUM イノベーション宛てにですね、うん、僕のお誕生日ということで、うん、どうぞっつってやっぱ贈り物がね、うん、いただいてプレゼントですよ。見た見た、うん、すごかったね。そう、たくさん、まあ今回ね、やっぱこう食べる系のが多かった、うんうん、飲んだり食べたり系が多かったので、うんうんうん、まあ
番組終了後にみんなで飲ませていただけたらいいなと思っております。食べさせていただきたいと思います。家でね晩酌するとき用のねおつまみみたいなものもありました。うん、うん、入浴剤もいただきました、うん、はい、ありがとうございます。入浴剤ね、あれ見たすごいいい匂いしました、ね、見させてもらったけど、うん、おしゃれだったね、うん、おしゃれ、ね、あれさ、あのトポトポって入れるとさ、うん、1回でなくなっちゃうタイプなのかな、なんかねこれくらいの瓶だったんですよ。あ、そうだね、うん、なんかちっちゃい瓶が何種類か並んでたよね、うん、そうで、めちゃめちゃいい匂いなんで数回に分けて使いたいなと思うんですけど、うん、あれ、うんうん、いっぺんに入れないと効果薄いとか薄めのお風呂が出来上がっちゃうとかそういうことなのかな、ちょっと見てみないと分かんないんですけど、ね、なんか英語だったんだよね。 あ、そうなんだ、うん、だから英語弱くて、うん、そうか、そう、うん、まあでもあるよねそういうね、海外のものってね。そうそうそう、でもねやっぱねすごいものいただきました、ありがとうございます。僕は、ね、最近お風呂に湯船こう張って浸かるのが好きなので、うん、はい、まあ、ね、とてもとても嬉しい、うん、はい、お便りじゃないプレゼントでした、プレゼント、うん、お便りもいただきましたし、ね、読ませていただきました、うんうんうん、ありがとうございます。本当にぜひ今後ともよろしくお願いします。秋も冬もその M3 なり、うん、冬コミなり出ますんで、うん、ぜひ直接お会いに来てほしいなと思っております、うん、皆さんにはぜひね、遠方の方もいらっしゃいますから、うんうん、難しいとは思うんですけれども、うん、直接ねやっぱ一回改めてちゃんとお礼が言いたいです皆さん、うんうん、なんでお待ちしておりますから、ご無理なさらない程度でぜひご来場いただけると、ゆきた泣いて喜びますんで泣いてハグしますハグいらなかったら言ってくださいね、うん、そうだね、せめて握手ぐらいがいいなって、あ、わかりました、握手しましょうって、そうね、はいはい、そんな感じでございますが、はい、お待ちしております、うん、本当にありがとうございました、うん、改めまして、ね、はい、何にしてもね、本当おめでとうございます。いや、ありがとうございます。もうすぐね、うん、大輔くんも誕生日ですから、そうだね、うん、来月、うん、来月だよ、7月だよね、31だよね、 OK、僕は23、うわーし、よし、来たほらね、大丈夫ちょっとドキドキしてた大丈夫、お互い19と言い合った頃からだいぶ成長しましたそうだね、そんなこんなでエンディングいきましょうか、うん、はい、じゃあまずあれ告知しようか、うん、ツイッターであった告知、うん、ああ、うん、そうそう、うん、そっかそっか、これだね、行きましょう、はい、こちらでございま す,、はい、こちらでございます見えますかね、うん、こんな感じで、はい、ゆきた大輔の真ん中バースデーピクニックはい、バースデーそう、こちらはね、僕とゆきたさんの誕生日5月と7月の間ということで、うん、6月30日にですね、この駒沢オリンピック公園という場所で、はい、開催いたします。開催いたします、まあ、開催って言ってもなんかどでかいイベントっていうよりはなんかまあ交流会みたいなもんですね、まあ、みんなでお散歩しましょうということです。そうそうそう、うん、みんなでねちょっと憩いの場を作りましたみたいな、うん、そう、みんなで集まってちょっとおしゃべりしようよみたいな、うん、そういう気軽なイベントでございます、うん、ぜひ参加ください。はい、ツイッターにですね細かい詳細が書かれたリンクがですねそのトップにね、はい、上がっておりますので、うん、ぜひぜひゆきすけの、公式ツイッター調べてみてください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちしております。で、このイベントで、うん、リベンジボブ辞典をやるということがねございまして、そう、見てくださった方は分かると思うんですけど、去年 の, 僕らの誕生日イベント30歳でやったボブ辞典っていう、うん、まあ、カードゲーム、ボードゲームがあるんですよ、うん、で、まあ、それでね結構いろいろね、うん、ちょっと失態じゃないけど楽しいことが起きてしまったので、あれは失態だよ、そっか、うん、だからね、それのリベンジをねここでやりたいなって思っております。はい、そうなのでね、みんなで一緒にねワイワイ楽しみながらやれたらいいなって思ってます。あれはね事故起きるからね、うん、みんなでやりましょう、そうリベンジですから、僕はね主にリベンジのリベンジは僕に当てに書かれたもんなんじゃないかなと思ってますけれども、ね、いやでも僕もね失敗したからさ、思いっきりカタカナ言葉しゃべっちゃったんだよ。そうね、うん、だから僕もリベンジしたいから、うん、まずルールを間違えてるからね僕はルールは間違えてない、ただ伝え方的な問題でちょっといろいろごちゃごちゃあってっていうのと、うんね、うん、そうだから本当僕もリベンジしたいから、うん、もうお互いリベンジします。そうなので、うん、ぜひぜひ皆さん来てください、一緒に遊んでください。ボブですね、やりましょう、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ってな感じで、うん、今回の告知は以上となりますかね。はい、はい、僕からは特に今回は同じピクニックの、はい、
あとデザインフェスタ来てください、うん、ピーマンもありますから。そうだね、うん、そうです、7月よろしくお願いします。野菜のファクトリー応援をよろしくお願いします。はい、ではお便りの募集いたしましょう。はい、はい、お便りの宛先はこちら、ゆきすけアットマーク yum-innovation.tokyo、 はい、はい、こちらの宛先にお便りをお待ちしております。お待ちしております、ね、ご新規の方のお便りもたくさんお待ちしておりますから、ご遠慮なさらずに全部読みますからよろしくお願いします、うん、僕らの楽しみですこちら、ぶっ込んできても大丈夫ですよ、うん、本当に、ね、あの これって言って初見で驚く姿が見れました、うんうんね、いやでも本当そういうのがある意味でこのゆきすけの、まあうん、見どころっちゃ見どころかなって思うので、まあ、そうね、もうどん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 ぶっ込んでいただければ、うん、本当僕らも楽しんで読ませていただきますのでね、そうなんです、よろしくお願いします、はい、っていうことでもうエンディングっぽいけどさ、はい、全く食わんかったの？食わなかった。そうだ。もはや食べろ。もはやこれが何だったのかすら把握できてないぞ。松風。そう、松風って書いてある、うん、お菓子でございますね。岐阜名産でございます。うん、これはなんだろう。おせんべいかな。なんか、うん、おせんべいっぽい。ああ、うん。ちょっともうエンディングだけど軽く食べていいですか？食べます。食べましょう。うん。おお、美味しそう。うん。結構。うん、あ、なんかちょっと甘い系だね。甘い。おせんべいかな。うん、甘い。甘すぎるよ松風さん。僕昔高校生の時に、うん、すごいその芸人さん好きだった。今も好きだけどさ、うん、スピードワゴンさん。そう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 。うん、だからね。うんうん、ちょいちょいそのネタを聞くとね、ちょっと嬉しい気持ちで。未だに人気なんだなみたいな。僕も好きでした。うん。ではというわけで、はい、うん、食べながらではありますがエンディングでございましたし、もう番組の尺的にね、終わりでございますから、音楽も流れておりますから、はい、さよならとさせていただきます、はい、今回もたくさんのお便りとメッセージありがとうございました。ありがとうございました。贈り物もいただきました。ありがとうございます。本当にありがとうございました。それではゆきたまさしとおうすけのゆきすけでした。バイバ イ。皆さんも夏気をつけてね、倒れないでね、気をつけてね、会いに来てね、会いに来てね。